保湿力をガツンと上げる裏技のご紹介をしようと思います。それではマリコチャンネルスタート。早速作っていきます。材料がバー油。バー油ってね、いろんなメーカーから出てるんですけれども、私が今回用意したのがドラッグストアに置いてるソンバー油になります。で、バー油 100% って書いてても、バー油にする過程で水素添加して油を抽出してたりとか、薬剤を使って抽出してたりっていうような 100% バー油もあるんですよね。ただソンバー油は昔ながらの抽出の仕方をしているので、よかったらね、このソンバー油買われたら一番安心安全かなって思います。そして蜜ろうで、私が今回用意したビーワックスが未生成の分だからちょっと黄色いんですよね。で、蜜ろう自体にも栄養分のしっかりと入った蜜ろうになります。これを使って今からバー油のね、保湿力を高めていこうと思います。はい、完成しました。大体ね、冷蔵庫で1時間ぐらいで程よい硬さになってくれると思います。肌にもスッとなじみますし、お肌のキメを整えてあげる効果だったりとか、抗菌作用、抗炎症作用があるので、肌トラブルを緩和したりで、また肌の中の成分比率ってあるんですけれども、バー油の構成された成分比率って限りなく近いんですよね。だから馴染みやすいっていう利点があるんですけれども、ただね、私もバー油大好きなんですけど、これから乾燥する時期に突入しますよね。で、夜これを塗ります。朝まで持たないんですよ。このね、今の季節だったら朝まで十分持つんですけれども、どんどん乾燥してくると、これだけではちょっと力不足になるんですね。なので今日は冬の時期でもバー油でお肌をね、プルプルにさせたいっていう裏技のご紹介でした。このね、蜜ろうを使うことでバー油が空気中に蒸発するのを防いで、ゆっくりゆっくりとね、お肌の中に浸透するのを助けてくれるのがこの蜜ろうになりますので、久しぶりに私バー油をね、朝晩使ったんですけれども、やっぱりいいねって思った。ずっと最近はさ、ここ1年ぐらいは植物性のオイルを使うことが多くって、ヘンプオイルだったりとか、マカダミアナッツオイルだったりとか、植物性のオイルをここ1年間ずっと使ってたんですけれども、久しぶりにこのバー油を肌に塗ったら、まあ馴染みがいいのがね、すぐに分かった。だからそのバー油経験したことない方、ちょっとね、これドラッグストアで1500円とか1600円で売ってるので、ちょっとね、一回試してみられたらいいかなと思います。で、薬効が高いんですよ。プラス薬事効果が高いので、日焼けした後のね、軟膏じゃないけれども、そういった効果も期待できるのがこのバー油なので、皮膚の修復をね、助けてくれるような効果もあるので。で、またね、今回気づいたのが、メイクとの相性がいいなって思ったんですよ。これを朝スキンケアして、少しだけティッシュオフしてメイクをすると、キメが細かいメイクの乗り方がするので、朝のスキンケアだけでもバー油っていいなと思いました。まだ手に取られてない方ね、ぜひぜひね、おすすめのオイルなので
試されたらいいかなと思います。はい、これからねちょっと季節の変わり目になるので、肌のね皮むけしてきたりとか、あとはその夏のね蓄積した紫外線がドッとね出てくる時期になりますので、よかったらねあのラベンダー、あの修復効果高いので、ラベンダーエキスをお風呂に入れたりとか、ラベンダーの精油でもいいですよ。ちょんちょんちょんってお風呂に入れて、全身ねラベンダーで蓄積した紫外線のダメージをね緩和することってできるので、あ、あとねラベンダーの紅茶パックでもいいです。ラベンダーの紅茶パックを湯船にポンポンって入れて、それで全身ねお顔をすすいでもいいし、ボディケアしてもいいし、うん、そういう風にして上手にデトックスケアされたらいいかなって思います。はい、それではマリコちゃん、またどっかの木曜日、バイバイ。